ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今後はヤバいかもしれないな。どうしたの魔理沙？実は、今後首都でマグニチュード8の地震が発生するかもしれないんだ。え、そうなの、それはヤバそうだね。早速解説をよろしく。任せてくれ。まず、首都でマグニチュード8の地震が発生すると考えられている場所を解説していこう。よろしく。具体的に言うと、首都圏ではマグニチュード8クラスの地震が発生すると考えられている場所が、2箇所あると言われているんだ。え、2箇所もあるの？そうだぜ。まず、1箇所目はこの東京湾から千葉県沖にかけて、2箇所目が、茨城沖から房総半島沖にかけての場所と言われているんだ。なるほどね。でも、どうしてこの場所ではマグニチュード8の地震が発生すると言われているの？それは、先ほどの場所は、過去にマグニチュード8クラスの地震が発生したからなんだ。え、そうなの。まず、この東京湾から千葉県沖にかけて、過去に起きたマグニチュード8クラスの地震といえば、1703年に発生した、マグニチュード 8.5 の元禄関東地震が有名なんだ。元禄関東地震、どこかで聞いたことがあるわね。まあ、有名な地震だからな。それで、この地震が発生した際に明らかになっているだけで、犠牲者は6500人を出したと言われているぞ。明らかになっているだけでものすごい犠牲者ということは、実際はもっと多くの犠牲者が、出ていた可能性が高い可能性があるんだね。そうだぜ。次に2箇所目では、1923年に関東大震災が発生しているんだ。出た、関東大震災。この関東大震災では、マグニチュード 8.2 を記録したと言われているな。なるほどね。確かに過去に東京では、マグニチュード8クラスの地震が発生しているのね。そうだぜ。また、先ほどの地震以外では、犠牲者10万人以上出した。茨城沖から房総半島沖の間で発生した地震などがあるんだ。え、じゃあ言い換えると、首都では頻繁にマグニチュード8クラスの地震が発生するということなの？それに関しては、頻繁に発生するわけではないけど、長い地震の歴史を考えるとある程度の周期で、マグニチュード8クラスの地震が発生する可能性は、高いことは間違いないぜ。なるほどね。つまり、首都付近はマグニチュード8クラスの地震が発生する、恐ろしい場所なんだね。それは間違いないな。また、首都でマグニチュード8クラスの地震が発生してしまう理由に関しては、陸側のプレートと海側のプレートが、深く関係しているんだ。ほうほう。具体的に言うと、海側のプレートは陸側のプレートに対して沈み込んでいる状態なんだけど、この沈み込みが一定ラインを超えてしまうと、マグニチュード8クラスの地震が、発生すると考えられているんだ。なるほどね。つまり、海側のプレートが跳ね返りを起こした結果、陸側のプレートが激しく揺れてしまい、巨大地震が発生するのね。まさにその通りだぜ。それで、一部の専門家によると、茨城県沖のプレートは長い年月陸側のプレートに、沈み込んでいる状態となっているみたいなので、万が一このプレートが跳ね返りを起こしてしまうと、首都全域に震度7クラスの地震が発生すると言われているんだ。え、震度7はやばいでしょ。もし、本当にそんなことが起きたらどうなるの？想像したくないが、激しい揺れによる被害と、10メートルを超える津波の被害。さらには、津波による火災など、大規模な被害が出ると考えられているぞ。まさに人がとんでもないことになってしまうのね。そうだぜ。だから、地震の専門家の多くは日本の人の位置が危険だと語っているんだ。なるほどね。万が一のことを考えると、人がヤバいのは間違いないわね。さて、ここまでは首都を襲うと考えられている、マグニチュード8クラスの地震について話をしたけど、最近では、首都直下型地震の発生も危惧されている状況だぜ。首都直下型地震、聞いたことはあるけど、詳しいことはわからないわね。首都直下型地震とはその名の通り、東京を中心とする、関東で起こると考えられている地震だぜ。首都で大きな災害があると、大事になりそうね。日本は、首都に国としての機能のほとんどが集中しているから、日本にとって大きな痛手になる可能性があるからな。何でも東京に一極集中したのは、災害を考えると、あまりいいことではなかったかもしれないわね。まあ、利便性を考えると、集中していた方がいいこともあるとは思うぜ。そして、この首都直下型地震は、二つの発生メカニズムが存在しているぜ。一つは内陸型地震と、もう一つは海溝型地震だぜ。陸で起こるものと海で起こるものの、2種類があるのね。内陸型地震の場合は、立川断層という断層が震源となる可能性が高いぜ。どのあたりにある断層なのかしら？阿蘇山丘陵、笹仁田峠付近を北西端とし、金子台、箱根ヶ崎を経て、武蔵村山市三次付近まで分布する活断層だぜ。でも、それだと立川という地名は入ってないのかしら？
かつては入っていたけど、平成27年の調査において、立川市内には断層が存在しないと報告されたんだ。そこで、名称も、立川断層から箱根ヶ崎断層に変更されているんだ。しかし、長らくこの立川断層という名称が使われてきたから、多くの資料で今も散見されるぜ。なるほど、そういうことなのね。ちなみに、断層の長さも、かつては全長 33km だと考えられてきたが、平成27年の調査では、全長 12km とされたぜ。だいぶ短くなったわね。と言っても、この活断層に脅威がなくなったというわけじゃないぜ。活断層なんだから、確かにそうね。この断層が動いた場合は、マグニチュード 7.4 の地震が東京西部で発生すると考えられていて、犠牲者の数は、6300人にも上ると予測されているぜ。やっぱり人口が多い地域だから、桁違いの犠牲者が出てしまうのね。そして、この断層は、1万年から1万5千年の周期で動くことが分かっているんだぜ。ちなみに前回動いたのは、2万年から1万3千年前と考えられているぜ。いつ動いてもおかしくないってことじゃない。そういうことになるぜ。それに加えて、首都圏においては他にも歪みが蓄積されている活断層があると考えられている。また、まだ未知の活断層もあるかもしれないから、いつ地震が発生してもおかしくないんだ。これは、近い将来地震が起こると考えてもおかしいことじゃないわね。次は、海溝型地震についてだけど、このタイプの地震は100年ほど前に起こっているぜ。100年前というと、関東大震災のことね。その通りで、房総半島と伊豆半島の海底に存在する、相模トラフと呼ばれる谷状の地形を起点とする、地震が起こるかもしれないんだぜ。序盤に登場した関東大震災は、相模トラフが原因だったのね。このエリアを震源域とする地震は、200年から400年周期で起こると考えられているぜ。ということは、あと100年くらいは大丈夫ね。前回の関東大震災が100年前なんだから、従来の研究ではそのように考えられてきたが、近年の研究では、関東大震災の際には、震源域全体の半分程度しか動いていない可能性が出てきたんだぜ。ということは、関東大震災は相模トラフの半分程度の活動だったってことなの？半分程度の活動で、東京は壊滅的な被害を受けたのよね。そういうことになるぜ。つまり、相模トラフを原因とする関東大震災と同等の地震が、近い将来起こる可能性があるってことだぜ。それも、いつ起きてもおかしくないってことね。まさに、その通りだぜ。また、この海溝型地震は相模トラフだけじゃないぜ。もしかして、最近話題になっている南海トラフが原因になるものがあるのかしら？さすがの霊夢も知っていたみたいだな。その通りで、南海トラフを震源域とする、東海地震と呼ばれる地震が起こる可能性があるんだ。このエリアを震源域とする地震は、100年から150年周期で起こると考えられている。そして、前回この震源域を原因として起こった地震は、1854年の安政東海地震だと考えられている。もう150年以上経過しているわね。この震源域の地震も、いつ起こっても何ら不思議なことではないんだぜ。関東地方は多くの爆弾を抱えているような状態なのね。まあ、関東地方に限らず、日本という国自体が地震という巨大な爆弾をいくつも抱えた国なんだぜ。日本に住んでいる以上、基本的にどこに住んでも地震から逃れることはできないぜ。偉い国に生まれてしまったわね。まあ、受け入れるしかない現実なんだぜ。首都直下型地震が起こると、どのような被害が出るのかしら？それじゃ、次は予測される被害に関して話をしてみるぜ。まず、被害予測に関しては、2012年3月に東京湾北部において、マグニチュード7の地震が発生した際の予測が報告されていたぜ。なるほどね。それで、どんな予測が行われているの？具体的に言うと、東京都と神奈川県の一部で震度7、東京23区は震度6強の地震が、発生すると予測されていたな。かなり大きな地震だね。それで、その地震に対する被害はどんな感じなの？約2万人もの人が、建物の倒壊や火災で犠牲になると予測されているという、恐ろしいものだぜ。もちろんこれは、最悪のケースを想定した場合の数字だと思うから、高めに数字が見積もられているかもしれないぜ。犠牲となる人の人数予測がすごく多い印象を受けたけど、よく考えてみたら人口密集地なのよね。まあ、関東地方だからな。これまで起きてきた地震の発生地域と比べると、圧倒的に人口が多いから、被害を受ける人の人数が桁違いなんだぜ。ちなみに経済被害は95兆円だと考えられている。95兆円ってちょっと想像もつかない額ね。首都に多くの資産が集中しているからな、かなり高い金額になっているぜ。確かに多くの大企業は東京に本社を置いているわね。そういった面からも、経済被害が甚大なものになると想定されているぜ。
もし、この首都直下型地震が起こった場合は、日本全体に多大な被害が出そうね。地震自体の直接的な被害以上に、震災後の経済的な被害を受ける可能性が高いな。これまで、地震の被害を、ある企業が受けて倒産すると、その企業との取引に頼っていた別の企業が、連鎖的に倒産することも数多くあったぜ。立地的に離れていても、取引がある会社がそういった被害を受ける場合があるのね。東京に本社を置く会社はとても多いし、東京にある企業との取引を行う会社は数えきれない。そういった面から考えても、首都直下型地震は、直接的な被害以上に二次的、三次的な被害が、日本全国を長期的に苦しめる可能性は大いにあるぜ。具体的な被害としては、どのようなものが予測されているのかしら？耐震補強がなされていない、都心の建物の6割が倒壊すると考えられていて、その際に大規模な火災が発生すると考えられている。その火災で1万6000人が犠牲になるという予測もあるぜ。関東大震災の時も、大規模な火災で多くの被害が出たけど、同じことが起こるのね。巨大地震の後は、主要な道路が崩壊し、車などの通行ができないことがほとんどなんだ。そういった状況では、消火活動が十分に行うことができないと考えられるぜ。事実、これまで大きな地震が起きた地域では、被災地の道路などが破壊されて寸断されたり、車で避難しようとした人によって、大渋滞が起きたりした例が数多くあるぜ。それに加えて、仮に消防車が到着しても、放水のための水が確保できない可能性すらあるわね。つまり、消火のしようがない状況になると考えられているってことなんだ。恐ろしいわね。首都直下型地震の被害に関しては、火災だけじゃないぜ。相模トラフを起点とする地震や、東海地震などの海溝型地震が起こった場合は、津波の被害も出るぜ。確かにそうね、火事による被害が大きすぎて、その可能性が見えなくなっていたわ。東京湾周辺は、海面よりも地面が低い位置にあるから、津波の被害が甚大になる可能性があるんだ。高さ2メートルの津波でも、海岸から20キロメートル、高さ6メートルの津波なら、海岸から40キロメートルが、水没する可能性があると考えられているぜ。40キロメートルって、とてつもない範囲ね。また、この津波が河川を遡って、被害を拡大させる可能性もあるし、都心は地下鉄が発達しているから、地下が浸水し、液状化の被害が甚大なものになる可能性もある。確かに、地下鉄網がものすごく発達しているわね。また、江戸時代から東京の沿岸部は、埋め立てが行われてきた。このことからも、沿岸部の液状化が甚大になる可能性が高いぜ。そういった地盤の上に立っている建物の被害も、大きなものになりそうね。そういった面からも、津波の被害はより甚大なものになる可能性が高いぜ。やばいわね。その他には、治安の悪化や水不足など、多くの被害が出ると予測されているんだ。ここまでの話を聞いて思ったけど、最初の方で専門家が言っていたように、日本の首都の場所は、やばいことは間違いなさそうね。確かにここまでの話を聞いていると、日本の首都は一つの地震で、壊滅的な被害を受ける可能性は十分にあるけど、そもそも日本は地震大国なので、どこに首都を置いても危険なことは変わりないぜ。言われてみればそうだね。だからこそ、私たちは万が一の時に備えて、しっかりと地震対策を行うことが大切なんだ。わかったわ、とりあえずできる対策を今から始めていくわね。ぜひともそうしてくれ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。